マット・ケンゼスは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州ケンブリッジ出身のナスカールドライバー、2009年及び2012年のデートな500優勝者。計算された安定感ある走りが持ち味で、ニッテレジーの放送では気がつけばこの男の異名を持つ。16歳の時にキャリアをスタートさせてから、地元を中心に活躍を続けて関係者らの注目を集めていた。 その後1996年にブッシュシリーズに参戦、さらに参戦中の1998年には、父親の葬儀に参加するビルエリオットの代理として、ラスカール最高峰クラス、ウィンストンカップシリーズにデビューを果たした。カップシリーズへの本格的な参戦は2000年まで待たねばならなかったが、フル参戦初年度のルーキー・オブ・ザ・イヤーを、ブッシュシリーズ時代の好敵手であった。 デイル・アンハート・ジュニアと争って、見事獲得。その翌年は、未勝利に終わるが、2002年からは現在まで、毎年一桁台の年間順位をキープしている。2003年は36戦中25戦で、トップ10フィニッシュという抜群の安定感で、年間王者を獲得。しかし、年間8勝を挙げたライアン・ニューマンを差し置いて、1勝しか、していない彼がチャンピオンを獲得したことが、 チェース導入の起点となった。2006年はプレイオフにて一時リードをするが惜しくも年間2位。2007年はプレイオフ序盤につまずいたものの年間4位に食い込んでいる。2009年シリーズ開幕戦のデートナ500では、レース中盤ラップリーダー走行中に降雨により、レース中断、そのままレースは終了となり、距離短縮ながらデートナ500発制覇となった。事前フォンタナでも、 気がつけばというにふさわしい戦略的な走りで優勝。そのまま前人未到の開幕3連勝なるかと思われたが、ラスベガスでは2周目にいきなりエンジンブロー。レース途中 TB にトレーラーが帰るところを目撃され、気がつけばチームと共にいなくなっていた男というキャッチフレーズ通りの結果に終わった。2013年、ジョーギブスレーシングに移籍。カーナンバーは22変更。 第3戦ラスベガスをはじめとして、キャリア最多の年間7勝を挙げるものの、最終戦ホームステッドマイアミでは、チームメイトのデニー・ハムリンにトップを奪われ2位に終わり、ジミー・ジョンソンの6度目のシリーズチャンピオン獲得を許してしまった。2017年7月11日、ケンゼスの所属する、ジョーギブス・レーシングは、 2018年シーズンにより、エリック・ジョーンズがケンゼスの乗車する20号車で参戦することを発表。これによりケンゼスは、ジョーギブス・レーシングから離脱することが確定した。この年は、未勝利でプレイオフ進出をするものの、ラウンドオブ8進出は果たせなかったが、第35戦フェニックスで勝利を飾る。2017年は、年間1勝、トップ5フィニッシュ10回。 トップ10フィニッシュ18回、最終順位7位で終えた。移籍先が決まらぬまま2018年を迎えることとなったが、2018年4月25日、ラウシュフェンウェイレーシングは、建設のカップ戦復帰を発表した。モンスターエナジーなスカールカップシリーズ。ありがとうございます。